よし、それでは、さっきの続きから始めていきたいと思います。どうせ動かないでしょ。よし、動いた。どうしようかな。どっから攻めていこうかな。あ、始めていくか。ここもどっか分かれるんだよね、これ。あ、覚えてない。これでもどうだったかな。なんかね、戻るんだと思うね。あの P スイッチを使ってね。で、戻ってやったらいけたと思う。忘れたな。もうこれいいや。ここ赤だ出てないでしょ。まあ、こういうのはね、もう、最後に残してもいいかな。おー、びっくりした。もう、こういうの、いるよね。殺したらいいんでしょ。うわー。あれ?何こいつ?なんか撃ってほしいなぁ、ほんと。危ない。撃ってほしい。これね、なんだろう。キノコとかないよね。あー、くそ、どうしたのかなぁ。残機が、あ、まあいいや。こいつ、うっとうしいなぁ。あー、もっとうしい。あ、そう、でも俺、残機は減らないのか。いや、ていうか、あいつを無視する方が無難だな。危ない危ない。危ない。やった。危ないって。これ危ないって。もうくそ。なんかね、失速した。とりあえずどうしようかな。今日この2面を最後までやるか。最後って言ったらおかしいけど。いるとこまで行って、どうせ3目行ったらね、あれなんでしょう。あ、もうこいつ、あそこ取るのはダメなんだ。あれこそが罠ね。うーあ、取っちゃった。急げ取ったら急げ。危ない。落とせ。オッケー。なんかいっぱい出てきたぞ。で、これどうすんねん。あー、どっち行ったらいいの。どっち行ったら行ったのって意味がわかんないけど、育てる手法はない。あー、やっぱりこうね、この黄色を押したために、この危ないって。もう次当たった死ぬよ。危ない。さあ、でもこれ中間取れるって言うんでしょ。中間取れたら、いやね、さっきの収録のね、お化け屋敷、全パートのお化け屋敷かな、あれめっちゃ疲れた、ほんと。1時間ぐらいやっててね、もう、どないしたら、こう、ゴールあるんだろうっていうのずっとやってましたけどね。ちょっと昨日まで時間なかったと思ったら、ちょっと今日時間出てきた感じですね。まあ、やってるけど。基本的にね、その、
自分の趣味の時間を削るの嫌なんですよね。もうみんなそうだろうな。危ないな。さあ行け。はい、ぴょんぴょん。よし、ここで。お前は死ねえ。ほら、死ねえ。あ、ここ、でもなんかおかしいな。P スイッチって。危ない危ない早いけって危ない危ない危ないよし、この P スイッチがなんかあるんかな。危ないなんなんだ、この P スイッチは。まあ、とりあえず5分で1面クリアっていうの、まあ、ね、ラウンドか、まあ、優秀でしょうね。うわ、なんか嫌な感じだ。うち呼んでこうか。あー、よくわからん。なんなんでしょうね。ほう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 。あ、まあ、あれか。ただのボーナスが、あぶない。うわ、怖いって、相当なんだよ。ここ沈んでるやんか。さっき言ってよ、もう。まあまあ、ちょっと、ね。メトロイドで同様的になってたから。まあ、危ないってお前ら。ちょっと今日、うわ、キノコ大量。そんなにいらんからね。そんなに危ない。あー、羽が出るんやったら出るって言うとかへんと。そんなお、いいね。中間一応これ解読する人がいるからね。3秒止めてやったらね、こう解読する人がいるからね。解読って英語だから読めないといけないんだよね、今の時期。うわー、なんかわけわかんないから強行突破。でも結構簡単だと言ったら、あれ死ぬと思ったでしょ。あら、死んじゃったよ。危ない。あいつもうなんだ、守られてるじゃん。危ない。でもまあなんとか、あのパティンを使う。危ないってこいつ、まあ、最後はねデカマリの恩恵を受けて。これで繋がったと。ここはちょっと分かんない。ここは分かんない。で、ここも多分スターロードに逃げれるんだろうね。よし、あとどこ行こうかな。一面だけやりますか。ね。一面だけよ。おお、なんだこれは。これもうほんとスーパーマリオブラザーズ3やってるみたいな感じ。うつばはみ込んで。うわー、もうちょっとくるオッケー。危ない。あ、危ねえ。なんか変な動きした。スーパーマリオ3、うわ、でかい。キャラクターってこれ以上でかくはできないはずだろうと思うけどね。まあまあ知識ですけどね。これ以上大きくなったら、これ食べさせれるのか。おー面白いよ。これ以上ね、キャラクター大きくすることはできないんでね。BG っていう
バックグラウンドかな、あ、成長しましたね。バックグラウンドをこうボスキャラと見立てて作るっていう方法もあるんですけどね。まあまあそれはまあ作る人、ああ危ねえ、ゲームを作らない人は関係ない話ですけどね。あ、まあもういいや、危ない、こっちも応戦しろ、ああもう、うわーうわーうわー、死んだと思ったでしょ、俺はもうあの目つぶって死んだと思った。じゃあなんでか知らないけど生きてた。あれ、面白い、あのスーパー、うん、スーパーマリオブラザーズ3をやってるような感じ。あ、これだ。これ。なんかおかしいじゃん、あれ。なに、こんなんどう考えてもおかしいじゃん。危ねえ。これをどこかで使うんだわね。あ、これか。これを、なんていうか、もっと戻ってきて使うみたいな。危ない危ない、どこで使うんだろうな、うわやっぱ打ってくるかーい、もういいもういいもういい、うわーやった、あーじゃあ多分ね、うわーこの時この実況者うるせえなっていうのはなんか聞こえてきそうな気がしましたけどね。あっ、ちょっとこれやる、これあれじゃん、でっかいマスじゃん、っていうかボタン隠れてるんだって、ボタンが、あーあーもうやるよ俺、ちょっともう俺もやめようと思ってたんだけど、ボタンが隠れてるんだったらやるって、隠れてるんだって、だからああああちょっとゴリ押しでいけ、だからあの結局 ここら辺じゃないの、ここじゃないの、わかんないけど、まあまあ、あそこちょっと目星つけましょうか、いやでもあそこかな、わかんないな、うわーなんだこれ、もういいから湧いてくるなって焦った、まあ、立てたね、あれこいつは使わない手はないね、どこだったかな、なんかね確かどこまで戻るんだったかな、進むのかな、危ない、あーあー進むんだったかな、で、いやいや、進んで別に取れるところがないでしょ、戻るんだよ、だからどこまで戻るかだよね、危ない危ない、あーもう危ない危ない、危ない、もう何分 ?13 分か、いやそれは行くでしょ、だってボタン、危ない危ない、ボタン2つ目だよ、どこだったっけ、もう過ぎた、あ出てきてないね、どこなんだろうな、確かね戻るんだ、あれ、あーなるほどね、忘れてた、いいねいいねいいね、標準で標準でしょ、黄色のあれブロックじゃないから、ここに緑とか青とか隠れてるんだよ、さあどこだ、一応もうあのしらみつぶしに、そうだろうねー、とりあえず押して後ろに戻っていく感じで行こうか、
よいしょ、よいしょ。いや、でも確か後ろだったと思うけどな。まあいいよ、打つ。多分無理だろうな。俺の実力で5分で何人できるんだよ。っていうか、一パートだけ取って、なんかさ、ちょっともう一パートもやりたくなってきたんで。危ない。何してるんだ、何してるんだ、何してるんだって。何をしてるんだ。さて。多分ここら辺から、この、なんだ？危ない！なんかわけわかんなかったね。今なんか三段攻撃入ったよ。ストツーの。危ない！そう、これね、あれしたらダメなんだよね。こうジャンプした時に頭を打っちゃってこうなるからね。危ない危ない。危ない！もう！これじゃ打ったらダメだ。タグにつけられる。下手くそだから進まねえよ。下手くそだからよ。なんなんだよ。最初会った時より下手くそになってんじゃん。ダメだよ、そんなんじゃ。こう行った時に行くのが基本だね。どこまで行こうかな。どこかわかんないよね。鍵があるのか。うわぁ、うわぁ、もう。あ、やばい。三面そらやるでしょう。これね、あれ隠れてるんですよ。なんだろう。今見た人とか、もう、ここで、あれを殺したら意味ないよね。どうしようかな。今何分？まだ、18分か。うわうわうわもう。うわもう。音量は小さめの方がいいですね。これどうなるな。ここで一回やってみるか。最初こんなとこじゃなかったと思うよ。おい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 。真剣にやるよ、頼むから。多分、うわぁ！ていうか、お前の方がいいよ。もう復活するから。うわうわうわ。まあ、なんかファインプレイになるかなと思ったけど、無理だね。そんなことできないよね。なあ、もうちょっと真剣にやってくれって。危ない。確か緑は、ずっと進んでいって、赤は、ギリギリのところに、あれなんだね、確か。戻るんだったよね。さあ、もっと戻る、もっと戻る、もっと戻る。ああ、ここだ！え？あ！やったー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 ！じゃあ今日はここでサムネにするんでね。やったー！やったぜ。これでまた簡単になりましたね。これ知らない人ね、このゲームの、なんていう説明書とかないから、これのシステム知らない人は、スイッチね、一回持たずにクリアするんだって。だからこれスイッチ押したらね、また簡単になるんだよ、これが。
やったやった。じゃあ今日もこれで終わります。ではまた見てくださいね。ではまた会いましょう。